三世屋駅は、三重県多昭群大台町佐原にある、東海旅客鉄道規制本線の駅である。大台町の中心駅で、大台ヶ原の大杉口などの奥伊勢観光の拠点駅ともなっている。また、特急列車の停車駅の一つである。当駅は1925年8月に、国鉄規制東線の川沿い駅から当駅までの開通に伴い、 国鉄規制東線の終着駅として開業。駅構内駅舎内2面3線と、側線数本を持つ地上駅である。駅舎に接して、単式ホーム1面1線があり、奥に島式ホーム1面2線がある。各ホームは屋根なしの古線橋で連絡となっている。駅舎は古くからの木造であるが改装されて、駅舎の内部には待合所がある。滝駅が管理する。 無人駅。かつては、東海交通事業の職員が業務を担当する、業務委託駅で、JR 全線切符売り場も設置されていた。特急、南紀も含めた全定期旅客列車が停車する。2006年3月に行われたダイヤ改正により、特急、南紀が臨時列車を含めてすべて停車するようになった。それまでは、特急は一部が当駅を通過していた。なお、 2012年3月のダイヤ改正時までは、当駅の近くに存在していた、三重県立宮川高等学校が定期交差期間など午前中で終了した日には、当駅と滝駅との間に、臨時の普通列車が運転されていた。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は、以下の通りである。特急、南紀の隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。ありがとうございます。